ブルキニ・ブルキニとは、イスラームの女性信者向け水着の一種で、ビキニとブルカからなる造語である。オーストラリアで活動している、レバノン系オーストラリア人のデザイナー、アヘダ・ザネッティが考案し、商標登録をしたもので、2004年にオンライン販売を開始した。特徴は、イスラームの戒律に合うように手足の先と顔だけしか露出しない、体に密着しないデザインにある。 オーストラリアのイスラーム指導者であるシェイクタージ・アルディンガ・アルヒアリはブルキニオイスラーム法において合法であるとの宗教的見解を出した。ザネッティのブルキニは販売開始から2008年までに世界で約70万着を売り上げたといい世界中のイスラームの女性信者の間で広まっているがヨーロッパの一部の国では様々な理由をつけられてブルキニを着た女性が 公共の場から追い出される事態が起きて社会問題化している。2016年、フランス国務院はブルキニ着用禁止を基本的自由を侵害する深刻かつ明白な違法行為に当たると判断した。ありがとうございます。